さあ、今日はこれからうんちまんさんとに会ってきます。代官山です。うんちまんさんはうんちの格好してるっていうことなんで、自分はね、ほんと控えめに、すごく普通に、今回はこちらのメガネをチョイスしました。今34分、1時からなんでもうちょい待ってます。このマジックテープは何のためですか？これはだから、ここにもマジックテープがついてるんですよ。あー、なるほど。あ、ちょっと待ってここと、あ、接合、ここのマジックテープの接合部なんてね、あのチャックがここまであるんだ。だから恥ずかしいなと思いました。なるほど。で、これもあるわけですね。これは、一応万が一の時の、万が一の時の時のために日頃はこれやってないんですよね。これは綿が入ってるんですかね。綿が入ってます。この色合いはやっぱゴールドだって感じで決めたんですか？最初はね、最初はこれも既製品の茶色みたいなやつがあったんで、それにしてたんですけど、やっぱ金の方がいいなってなんとなく思って、金に変えた方が評判も非常に良かったんで。ったですか？ここは黄色は変わってないんですか？変わってないです。あと時々だからメガネを黄色にした方がいいんじゃないかっていう方もいらっしゃるんですけど、実は私もメガネ黄色にかけてみたりしたんですけど、黄色にするとあまりにも同色、もうキャラっぽくなりすぎちゃって、あ、私あのサングラスで、フレームが黄色のやつがあったんですね。それで似合ったんですけど、超キャラになっちゃうんですよ。なるほど。ちょっと自然、もう漫画の中から出てきた人になっちゃう。日常感がちょっと残しておきたい感じですよね。だからそれでフェイスブックでなんかこう3つぐらい並べて、なんかどれがいいですかみたいな言ったら、あのこれがやっぱり一番ちょっと生活感出ますもんね、そこで、らしいと、僕らしいという意見が良かったので。なるほどね。あ、確かにそうかもしれないですね。なんか人間味があるみたいなね。あ、そうですよね、はい、ちょっと完成されすぎちゃうんですよね。そうなんです。だからこれサングラスになっちゃうと、何が入ってるか分かんないみたいな、ほらですね。あ、なんか分かります。これはベトナムで買ったバッグです、靴はで、あれですか？これもアマゾンですよ。アマゾンですか？もう今やもうさすがアマゾンですよね。私もほぼアマゾンなんですけど。あ、そうなんですか。もうすんぐクリックしちゃう。ていうか、これこういうのってもうあのアマゾンとかの方が買いやすいんですよ、色とかで。ああ、そうですか。だからスニーカー黄色アマゾンで、それで、でいけちゃいますよ。これたまたま全身タイツ黄色とかでアマゾンできるんですか？全然できますよ。あ、そうですか。結構サイズも豊富ですよ。120キロ超級みたいな、すごくおでぶさん向けのやつとか。 SML とかじゃなくて180センチとか1000とか、SML もあるけれども、それ以上のやつも売ってる。あと子供用とか。なるほど。あと女性用とかもありますよ。そうか、全身タイツって結構機能的ですよね、なんかね。で結構あのほら体の線が出るんで、結構なんかちょっと少しダボっとしてるとかっこ悪いんですよ。なんかいいのかなと思って、全身タイツにメガネの方がメガネが映えるかなと思って、でメガネだけずっと描いてくる。いつもタイツなんだけど、いつもタイツなんだけど、メガネだけ違うみたいな。タイツは何色ですか？いや、どうでしょうか。タイツいろんな色にしてるんじゃないですか。あ、タイツの色を、タイツの色を毎日変えて、色もメガネも変えて、基本は全身タイツにメガネっていうパターンもあるじゃないですか。でもエベレストもそれでいっちゃうみたいな。最初はちょっときついな。あ、でもあ、まあね、ちょっときついですけど、まあ、どうせつなぎきるんで、まあ、多分こういう感じになりますね、イメージとしては。そのタイツの上にこう着る。上に、結構でもね、こういうね、あの上に羽織るものも冬用はもっとダウンっぽいやつ。色は黄色でですか？黄色です。ああ、はい。ありがとうございます。私自撮りじゃないんでね。自撮りじゃないから。一緒にでも一緒にこうなんで、ね、こうやって分かんないですよ。あれが怖いですよね、本当にこれを。こういうのでやってるんですよね。こういうの、はい。どうもありがとうございます。どうもありがとうございました。じゃあちょっと一回だけ被らせてもらっていいですか？ちょっとかぶらせていただきました。先っちょが見えないとね、こっちに見えないんですよ。あ、これがですね、これがないと先っちょ重要なんですよ。あ、これがないと確かに見えない。お似合いで。お似合いで。じゃあ破壊力ありますね。誰かで一人で写真撮るじゃないですか、そうすると私も私もみたいになって
10人ぐらい並んだりすることもありますか？破壊力ありますね。すごいな。でもこれの今の通常モードでも、ええ、結構みんなこうさざ波立ってますね。さざ波立ってますか？立ってますよ。立ちますか？立ってます、こうみんな。もうあんまもう気になるのね。さざ波立ってますよ。あ、ええ、なかなかな。なんかボートがこう通っていった感じ、客船が通っていった感じしますね。若干ありかもしれないですね。すごい。たまに友達と歩くと、もうすげえなとかって言われて。こういう感じなんだみたいな。そう、こういう感じなんだって思いますよ。あ、なるほどね。いいっすね。ちょっとすごく勉強になります。この格好で最終的に大手町とかを一人で歩けるようになったら、まあちょっとブレない歩き方、ブレない生き方がね。あ、人としてね。人として。あ、さすがっす、なるほどね。まあ、結構なハードルですけど。今までいますか、はい。今までいらっしゃいます？そのハードル超えた人、ワークショップで。いないですね。あ、そうですか。ちょっと、まあ、まだそこまでのコースをやってない。あ、そうですか。ぜひやりたいですね。やりたいですか。やりたいですか。すぐやっちゃいそうじゃないですか。そうですね。すぐやりたい気分になってます。すぐやっちゃいそうですよね。今やりたいぐらい。あ、私ここなんです。すいません。どうも。ありがとうございます。またよろしくお願いします。ありがとうございました。はい。また。ありがとうございます。楽しかった。